開花医の惑星から切った光の働きテークループについての定理。地球惑星の自転上昇は太陽渦の6周期を終えて太陽渦の7周期をはじめと相まって行われる渦的な行事です。太陽渦が6周期が進行する間、渦は多くの進化を遂げ、渦は多くの没像を遂げ、渦に多くの惑星が誕生されており、渦に多くの生命体が誕生されており、渦に多くの生命体が進化を遂げました。太陽渦は広く広大です。人間の想像力に理解することができない領域であり、人類の科学技術の水準では未知の領域です。太陽渦が6周期を進化する間、多くの問題点も発生するようになりました。意識がある生命体が進化をするということはそれほどロマンチックなことではありません。意識が高まるということは自由意志が高くなることを意味します。高い知能を持った生命体がお互いの自由意志を尊重し、秩序ある進化をするということは難しいことです。自由意志の間の衝突の中に、自由意志の乱用の中で競争と葛藤を解決する過程で個人のカルマが生じるようになって、部族や民族のカルマが生じるようになって、国と国の間にカルマが生じるようになって、惑星のカルマが生じるようになって、惑星と惑星とのカルマが生じるようになって、個性系と個性系の間にカルマが発生するようになりました。太陽渦の進化の過程で生じたすべてのカルマは、カルマを犯した主体が解消することが太陽渦の法則です。カルマによって惑星の進化が止まった惑星が周期ごとに誕生しました。惑星の進化が止まることは、惑星に住んでいる意識がある生命体の自由意志が正常に発揮されなくなる状況であるか、生命体が惑星の矛盾により屈辱の中にいたり、または屈辱の中に生命力を失って死んでいく状況を意味します。惑星の進化が止まることは、惑星ごとに天から準備して計画された進化の過程がありますが、進化の過程が停滞したり、これ以上進化することができないことを意味します。惑星の進化が止まることは、惑星の無数の解決しなくなると最終的には惑星の消滅につながるしかないのです。惑星ごとに惑星の進化を担当している存在があります。惑星の進化を責任持って惑星の進化をリードしている存在を渦では霊誕責任者と呼びます。霊誕の最後責任者は13次元の管理者グループが担当しています。新生金貨と誕生されてから間もない惑星の霊誕責任者は11次元の管理者が担当しています。太陽渦に占める割合は約 35% 程度です。物質文明は最後12次元です。惑星の霊誕の責任を負う霊誕の最後責任者の渦的身分は13次元1段階から15段階の管理者グループが 65% になっており、11次元の管理者グループ1段階から15段階が10次元以下の惑星の物質文明を管理しています。惑星が進化をして10次元15段階の進化段階を全て経た後、
12次元の物質文明に侵入することになります。この時その惑星の霊端も11次元の管理者グループで13次元の管理者グループに変更して継続的な惑星の進化を担当することになることが大宇宙の惑星進化の法則です。惑星の霊端に13次元の管理者グループが発見されている惑星ほど古い銀河であり古い惑星です。惑星の霊端に11次元の管理者グループが発見されている惑星ほど新生銀河や新生惑星です。私たちの銀河であるネバドン銀河は新生銀河であるため、11次元の管理者グループが担当している惑星が約 65% を占めています。13次元の管理者グループが惑星のレーダーの管理する惑星はネバドン銀河では約 35% 程度になります。11次元の管理者グループがレーダーの管理する惑星はターニッツの惑星が多く、ターニッツ種族である場合が多く、複雑ではない惑星の構造を持つ惑星がたくさんあります。大宇宙の7式には9次元の管理者グループが担当する惑星も用意されていることを伝えます。地球惑星を例にとれば、地球惑星の霊端は9次元に存在し、大白色兄弟団と呼ばれます。大白色兄弟団の主張は13次元の管理者グループが担っており、13次元の管理者グループのアバターが地球惑星の霊端最後責任者になることです。地球惑星のガイア意識は17次元の管理者グループが担当しています。17次元の惑星ガイアは惑星の霊端の象徴的な存在であるが、惑星の進化には直接的に関与していないのが一般的です。惑星霊端の責任者は惑星の進化のロードマップを定めて惑星の進化を担う存在です。惑星の正常な進化の過程で問題が発生したり、惑星間の葛藤や紛争によるカルマが発生することになると、惑星の進化を担当している霊端の責任者が責任を持って解決しなければなりません。霊端の責任者が自分の惑星の無数の解決して惑星のカルマを解決するために参加する大宇宙のプログラムがあります。大宇宙の一周期が仕上げされて、大宇宙の周期が始める時点で一周期を開いていくための出資惑星として準備された惑星の実験上昇に参加して、出資惑星に用意された惑星の実験上昇を成功させた後、その功を天が評価した後、創造主から惑星のカルマを解消されて、創造主からの惑星の無数の解決する光を伝達されて、惑星を再建するプロジェクトが実施されることが宇宙の進化の法則です。そのことが今大宇宙の7周期を開くために出資惑星として準備された地球惑星で起こっています。地球惑星の実験上昇に参加した外界惑星から来た光の働き手グループは、自分の惑星のカルマを持って、自分の惑星の無数の背負って、渦の十字架を背負って、地球惑星の光の働き手の身分で地球惑星の実験上昇を助けよう、地球惑星の地球レーダーの通じて入植されました。自分の惑星のカルマを解決するために創造主が直接出管する大宇宙の新しい周期を始めるために用意された
種子惑星である地球の実験上昇を支援するために宇宙の十字架を背負って宇宙の軍人の身分でアブナルの需要を助けるために参加したグループがあります。地球実験上昇のタイムラインに合わせて外界惑星から来た光の働きでは意識が覚めるようになります。自分の惑星が直面した状況を思い出すだろうし苦しむことになるでしょう。すべての光の働きでは自分が意識が目覚めるタイムラインがあり一瞬の誤差もなく覚めて自分の任務と役割を遂行することになるでしょう。今現在地球惑星の実験上昇のために自分の惑星のカルマを解決するために宇宙の十字架を背負って地球惑星に肉体の服を着て入ってきた光の働きでは約153個の惑星の霊誕最後責任者がこのプロジェクトへの参加を申請しました。これらの中で天の厳しい審査を経て今回初期にカルマを解消することができる惑星は83個に最終選定されました。大渦に問題がある惑星がどうして83個しかないでしょうか。地球実験上昇に参加して功を立てた後自分の惑星のカルマを解消することに予定された83個の惑星の中に同じカルマを持つ惑星はありません。象徴性がある惑星が選ばれました。これらのうち58個の惑星は惑星の状況が深刻な状態であり25個の惑星は現時点では深刻な状況ではありませんが惑星の進化の方向性を失う始めた惑星が含まれます。58個の惑星から地球に入ってきた人口は1万5000人程度が人間の肉体の服を着て生きています。25個の惑星の中に最初のグループは現時点では大きく問題がないように見え惑星が進化の方向性を失う始めた惑星があります。20高校の惑星の中に第2のグループはホモサピエンスを入植するためのモデル惑星があります。20高校の惑星の中に第3のグループはシンプルで単純な惑星が複雑で多次元の惑星に進化するためにすべての実験が入っている多次元の惑星である地球惑星に入って見習いしている惑星があります。25個の惑星では地球惑星に8000人程度を発見して地球実験上昇を支援するために光の働き手として用意されています。霊誕の最後責任者を放射し支援するため2万3000人が入ってきて光の働き手として準備されています。地球惑星の実験上昇過程の中で地軸移動した後地球惑星の物質文明の再建と精神文明の再建を支援するために83個の惑星の霊誕から発見された光の働き手約9000人程度が地球霊誕で待機中です。外界惑星で宇宙の十字架を背負って惑星の無数の解決するために惑星のカルマのデートによって惑星の状況の深刻度によって分類すると6等級に分類されます。最初のグループ20個惑星で構成されており地球惑星が実験上昇した後、力場の解体後、地上に守備楽器が建設された後、最も後で自分の惑星の運命が決定されるグループがあります。第2グループ、
古事典の惑星のグループで、精神文明と物質文明のバランスを失って、惑星の問題が発生して蓄積され始めている惑星のグループがあります。惑星の進化の方向を決定するために切ったグループ。第3グループ。惑星の進化過程以上、正常に惑星の進化を行われないことにより、惑星の進化が遅れたり、惑星が正常な進化の軌道を外れた場合。第4グループ、惑星の進化の過程の中、物質文明と精神文明の間の不均衡が深刻に崩れて、惑星の矛盾が発生した場合、惑星の生命体の 50% 以上が苦痛を受けたり、惑星の環境が 50% 以上破壊された場合。5番目のグループ、生命体と自然生態系の宇宙の法則から外れ、生命体の稼働の実験により、惑星の環境への稼働の実験や難易により、生命体の 70% 以上が苦痛を受けたり、惑星の進化が止まった惑星。第6グループ、惑星の矛盾に生命体の進化が停止し、生命体の 50% 以上が消滅して、惑星の消滅を控えている惑星。時代縁によって大宇宙の秘密をウデカチム長が伝えます。時代縁がある、意識が覚めている、開会の惑星から切った光の働きでのご健勝を祈ります。2018年5月31日、ウデカ。